名古屋城とは、名古屋に生まれ育った若い女性のうち、特にお嬢様を指す俗称。語源は、名古屋城と、名古屋のお嬢様をかけた頃合わせ。愛知万博と共に、全国的に知られるようになった。おしゃれで派手で、化粧品やブランド物が大好きな名古屋生まれ、名古屋育ちの若い女性の代名詞として使われる。2000年頃から名古屋独特のお嬢様ファッションや、 ヘアスタイルが注目され始め、名古屋の裕福な家庭で育ったファッションに敏感なお嬢様に対して使われるようになる。目指すところのイメージは名古屋の箱入り娘である。分厚い前髪に太い縦巻きがある、頭頂部付近で髪にボリュームを持たせた森髪などといった派手なロングヘアが東京のファッション誌で注目され、当時としては特徴的なこれらの巻き髪が 名古屋巻と呼ばれるようになり、その後に全国的に定番化していった。ファッションの特徴は、日本のギャル系、アパレルブランドの洋服を百貨店で購入し、海外高級ブランドのバッグやアクセサリーを合わせるスタイルが主流である。派手好きな名古屋人というイメージを強く反映している。また、落ち着いたコンサバファッションの名古屋城たちは一見をしとやかに見える。 ものの派手さよりも豪華さが際立っている。携帯するブランド物の,の装飾品は誰からもわかる。定番商品やロゴが目立つ箇所に入っていたりと他人が見てブランド名を容易に判別できるものを身につける傾向がある。洋服や高級ブランド品は自身が仕事の給金で購入するのではなく、 同居している両親が百貨店の外商で購入したり、母親同伴で高級ブティックに出かけて高価な、ブランド物を大量に買ってもらう消費スタイルが多い。また一つの商品を母子で共有し、一緒に使うこともある。名古屋城と呼ばれる若い女性は、もともとは、名古屋のお嬢様学校である、伝統校の杉山女学園、愛知淑徳学園、金城学院のローマ人の頭文字を取って、 SSK と呼ばれる女子教育を主とする三つ幼稚者、中学、高校の在校生やその卒業生を指すものであった。SSK の同窓生は母親、祖母、ひばばの代から卒業生という家系が少なからずあり、3代4代と続いて SSK の付属から大学までの出身者の場合がある。現在では有名国立次第へ 外部進学する才女も数多く見られ、各方面で活躍。宿得に関しては、一、私学部受験進学クラスや、海外留学や英語に特化したクラス選択もあり、外部進学者が学年の半数いる状況である。ただ近年では、SSK に次ぐお嬢様学校として、名古屋文化短期大学が浮上してきており、メディア等でも名古屋常用生学校として、 同大学を取り上げる例が増えるなど、SSK 以外の学校の出身者も、名古屋城に含めることが多くなっている。松坂屋名古屋本店、名鉄百貨店、丸江、三越名古屋栄店は、4M と呼ばれている。いわゆる、赤文字雑誌。他に、名古屋城ピンドムやスプイがある。桃の館が製造するクッキー、名古屋城。 名古屋城特集といったテーマ名で取り上げられることが多い。ありがとうございます。